よぎやない、ケラー故障。何やねんこいつほんま。行方不明になって見つかったと思ったらこれかい。そっちの戦力ならんケラーならええわ。よぎるはほんま。こいつ解雇で緊急で安いの取っとけばなるお浜の数合わせで。ガントかな。 B なら全然ええわ。 B の方見んと思ったら怪我してたんか。もう今シーズン出番ないやろな。近年まれに見るクソ内人だろこいつ。こんなひどいのそうそう見ないぞ。まあ安いしこんなもんじゃねえ。格安の割にガンケルは働きすぎなくらい。ビーズリー良さそうだしいらんやろ。虫ケラーじゃない方がよかった。こいつはそのうち帰国してフェードアウトしてもおかしくないけど、ヨギルケラーの方も契約更新ないやろうな。野手はノイジーが微妙で見えちゃんは残るかもな。ヨギルケラーは寒いの苦手説があるからここから上げてくる可能性があるし、まだまだわからんよ。ここから V の死者の活躍見せて阪神ファンの手のひらくるくるさせてほしい。ミエセス安いんやっけ。こっから打てたら DH アルパに行った方が良さそう。見なさすぎて正直本当に存在するのかすら疑ってる。こんな真正面から NPB 舐めてるやつも久々やない？阪神って外国人はそこを重視って言われてるけど、なかなかすごい外れ引いたな。まあ本人もノーチャンスやと分かってサボってるんやから OK やわ。今年1年日本でサボって来年 3A 契約でもあるとええな。どんでんって試合後のインタビューは特におもろいこと言わんのに記事見るとめちゃくちゃ言うとるよな。カメラ回ってるとこでは自重しとるんか。無駄金なだけで戦力には何の影響もない。あいつなんやねんわ。草コミュニティにて額の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。